ケネス・ウォーカーケネス・ウォーカーは、イギリスの著作家、医師。児童文学、箱舟の公開日誌で知られる。他に、医学や神秘思想に関する著作が複数ある。1882年、ロンドン北部のハムステッドで、スコットランド系の夫婦の間に生まれた、ケンブリッジ大学で医学を治め、1904年、卒業。専門は、泌尿器科。 卒業後の研修医時代は世界各地を回りインドや東アフリカにも足を伸ばした。第一次世界大戦では軍医として従軍。児童文学作家のケネス・グレアムと親交があり、彼の勧めで唯一の児童文学作品、箱舟の公開日誌を書いた。これはノアの箱舟を題材にした小説で、はじめは無垢だった動物たちの間に、 悪がもたらされ広がってゆく過程を描いた悲観的作品である。1923年に刊行され、イギリスではその後も番を重ねた。同年、ロシアの神秘思想家、ピョートル・ウスペンスキーと出会い、以後は神秘思想に系統。ウスペンスキーを通じて学んだゲオルギー・グルジエフの思想を英語圏に紹介した。1940年のザ・フィジオロジー・オブ・セックス・アンド・イッ s ソーシャル。 インプリケーションズは一般向けに書かれた性科学の解説書であった。1966年サセックス州で没。ありがとうございます。